皆さんこんにちは。今回のおやつは究極のポテチ計画、黄金の果肉と書かれたこちらのポテトチップスです。ポテトチップスって時々すごく食べたくなりませんか？厚いの薄いのいろんな種類がありますが、皆さんはどんなタイプのポテトチップスがお好きでしょうか？さて今回の動画はですね、車でおやつを食べながら、まずは近くの園芸店さんをご紹介します。そして遠くは京都、静岡県の園芸店さんも登場です。それではレッツゴー。こちらは時々お邪魔する近所の園芸店さん、なんと冬を迎える前の売り尽くしです。沖縄ではよく食べられているというこのパパイヤ、本土では完熟することが難しいため青パパイヤと書いて売られているようです。2メートルにもなるようですが、ベランダで育てるのでそんなに大きくせずに観葉植物程度になるかもしれないですけれども、買ってみよう。そしてもう一つ発見しましたよ、売り尽くし。これは小株です。こんな風にトレーに植えられて10株で1パック、なんと100円。置くだけ小株と名付けられていて、こんな風に持ち手がついていいでしょう。これをそのままプランターに乗っけて栽培するというお手軽な小株の栽培セットです。早速購入してきました。こんな風にプランターに乗せて植えますよというイラストもついてます。丁寧な説明書きを読んでみますと、プランターに培養土を入れてこれをそのまま置くと、そして軽く土をかぶせてあげるとパップの上に株が飛び出るように育ちます。植え替えることもできるんですけれども、根が繊細なのでフォークですくって植え替えてくださいということが書かれておりました。もうこの小株ってもうすでにだいたい大きくなった状態なんでしょうね、きっとね。置くだけですから、こちらのプランターに早速置いてみようと思います。そして隙間に土を足していきます。このパック、一番最初販売されていた頃はどんな様子だったんでしょうね。こんな風に小株がもうできているような感じじゃなかったんですかね。もっと小さな苗だったんでしょうか。それにしてもこのパック、見た目もお値段も可愛すぎて、ちょうどこれからお会いするあの方にも持っていきたい、そう思いまして、もう1パック買ってしまいました。この葉っぱも美味しそうですよね。さあ我が家の分は植え終わりました。ではもう1個の小株ちゃんを持って京都へレッツゴー。ということでやってまいりました、こちらの素敵なお玄関。レモンの先生ヒデさんのもとで柑橘の栽培を一緒に学んでいるイッシーのお家です。噂をすればイッシー登場です。こんなに緑あふれる玄関先、こちらは茎ブロッコリー、先ほどはカラマンシーも植わってましたね。レモンの取り木もとっても上手にやってます。いちごの苗もありますね。美味しそうなものがいっぱいのイッシーのガーデンに加えていただいたのがこちらの日本酒いちじく。こんなに大きく育ってる、すごいです。同じ時期に挿し木した我が家の日本酒いちじくはまだもっとちっちゃいです。大事に育てていただいてありがとうございます。これ見覚えありませんか？ついさっき見かけた小株です。イッシーのお家の美味しい一皿にぜひ加えてください。今回はイッシーが
京都の園芸店ぜひ紹介したいところがあるよと言ってくださったので、赤ムーさんと一緒に京都訪問です。園芸店さんに行くのはもちろん楽しみなんですけれども、こんな風に園芸仲間のお庭を見せていただくということもそうそうないですので、とっても楽しくありがたく拝見しました。これ猿なしなんですって。お味はほぼキウイのようだということでした。こちらはイッシーが欲しくて遠くから買ってきたロサカニーナ、原種のバラで今年初めて実がついたとおっしゃってました。素敵なイッシーガーデンを拝見した後は、イッシーおすすめのロビンガーデンさんです。京都で大人気の園芸店さんの一つ、ロビンガーデンさん、見てください。とっても綺麗でおしゃれ。そう、今回はイッシーのご自慢の奥様ともご一緒させていただきました。二人であそこに行ったらいいんじゃないか、ここに行ったらいいんじゃないかと考えてくださり、本当にありがとうございました。この日はあいにくの雨でしたが、それでもとても美しいガーデンでした。まずはお外の様子をご覧ください。お花が上から降り注ぐように咲いていますね。カラーリーフも入っていて、葉の色もとりどりでとても美しいです。店内は様々な種類の植物であふれています。まずここは観葉植物たちのスペース。お店の方も心よく撮影を許可してくださいました。ありがとうございました。葉っぱの形や色さまざまで、観葉植物って素敵ですよね。飾り方もおしゃれです。こんな風にあちこちからグリーンが溢れている、そんな空間をお家にも作ったら楽しいでしょうね。私の場合はそれがベランダですね。赤ムーさんが夢中になっていたのはこちらのカメさんやお魚のコーナーです。ウーパールーパー久しぶりに見ました。昔流行ったんですよね、ウーパールーパー。お魚も色とりどりで、水の中の森に住んでいるかのようです。こちらがカメさん。個性あふれる植木鉢もたくさん売られていました。ここから先がまた楽しいエリアです。パーッと見た目にも色鮮やかな多肉植物とか、それからカラーリーフとか、おっと、赤ムーさんは何かを見つけましたね。こちらはイチゴの苗、四つ星ですね。しっかりとした葉っぱのいい苗ですね。ハーブ苗の種類がとっても豊富で、いろいろな生産者さんのものがありました。こちらは先日動画にしたハイビスカスローゼル。この萼の部分、赤い部分をお茶にしたりジャムにしたり。今この2人楽しそうに話しているのは、レモンのヒデさんがいたら買わなきゃって言われるねっていう話です。ハーブの種類が豊富ですと言いましたが、タイムにもたくさん種類があるんですね。いい香りです。こちらのロビンガーデンさん、商品がいいのはもちろんですが、お店の方々もとても素敵で、撮影を心よく許可してくださっただけではなくて、この私のような撮影も、そして園芸も
趣味で好きでやっているだけのようなものが作っている動画にも興味を示してくださって、こういう購入者としての視点であちこちの園芸店に行っていらっしゃるんだったら自分たちの勉強にもなるので、ぜひ拝見したいとまで言ってくださって、多分経営者の方じゃないかなと思うんですけれども、女性の方でとても勉強になる、インスパイアされる素敵な方でしたね。そういう姿勢でお仕事を私もしていきたいなと思いました。そういう思いを持って働いていらっしゃる方のお店って、商品にもそして対応にもそういう気持ちが現れてるんですよね。お野菜の種類もいろいろありました。こちらはコールラビ、食べてしまうのがもったいないような、そう思ってしまうくらいのこの可愛らしさ、色といい形といいとっても可愛いです。お野菜の苗もいっぱいありました。京都でよく食べられるこの水菜もありましたよ。私が惹かれたのはこちら、カルドンって聞いたことないですけれども、アーティチョークの原種だそうで、ここで初めて知りました。アーティチョークって20歳ぐらいの時に、もうどれだけ昔なんだっていう話なんですけれども、20歳ぐらいの時に初めてアメリカで食べて美味しいなぁと思いまして、それからね、アーティチョークやっぱ欲しくなっちゃうんですよね。でもなかなか売ってなくて、以前に愛知県でアーティチョークは購入しましたが、その原種ということでこのカルドンにも興味を持ってしまいました。このハーブ苗は日野春ハーブさんのハーブだそうで、農薬を使わずに栽培していらっしゃるということです。確かお店の方では今アーティチョークの苗がなくて、その代わりこのカルドンが入ってますよっておっしゃってたと思うんですけれども、アーティチョークの苗を買ったばかりの私にとってはこのカルドンがあったのはラッキーでした。無農薬なので虫の気配や虫の糞かなんかついたりはしてるんですけれども、問題ありません。お外にはフェイジョアの苗木も売られていました。大きなフェイジョアです。こんな大きなフェイジョア売ってることないですよね。買いやすい大きさのフェイジョアの苗木も売られていましたよ。かっこいい植物たちの間を通って、さあ果樹のコーナーに進んでまいりますよ。果樹好きの皆さんには解説の必要もないかと思います。ゆっくりご覧ください。今栗がありましたよね。そして様々な柑橘類、苗がピカピカ元気いっぱいですね。アーモンドの苗木がすごい太さでびっくりしました。レモンの種類も豊富でして、このね、レモンのラベルも関東では見かけたことがないタイプでした。ヒデさんが興味をお持ちだったレモンカボスユーカもありました。ここら辺のレモンは鈴なりで、こんな値段なのって思わず言ってしまうようなお値段でしたよ。
ぜひ見に行ってください。そしてゲットしてください。ぐるっと回ってこちらに来てみたら、こっちも葉っぱが美しい。果樹苗でもやはり葉っぱの色や形も様々ですから、いろいろと育ててみると綺麗だと思います。そしてこちらは巨大なレモン、大苗ですね。いろいろなサイズの苗があるっていうのもすごいですよね。美しい木々の間を通って目指すはパパイヤ。もう一目でわかりました。私の100円パパイヤの大きいやつだって。立派ですね。これはすごい。これちゃんと品種名もあるんですよ。あ、このパパイヤが欲しいなって思いました。あまりにも立派なパパイヤが冬を前に特化になっていて、イッシーもつい興味を持ってしまってますね。こちらも品種名のあるパパイヤ、トロピカルリッチという品種で、葉っぱもなんか素敵ですよね。茎の部分もこんなに太いです。まず品種があるパパイヤが売られているっていうのがすごいと思いました。あ、ロビンガーデンさん、さすがでしたね。人気のお店というのがうなずけます。とても楽しく見せていただきました。カルドンも購入できましたし、どうもありがとうございました。今回の京都行きは弾丸旅行だったんですけれども、ここから先まだ京都の名店といえばあのお店、それから静岡県の前に三重県の園芸店さんにも寄ったんでした。まだまだ見ていただきたいものがありますので、ここで一度休憩とさせていただきまして、京都でいただいた美味しいものをご覧いただきながら次の動画をお待ちいただきたいと思います。あ、これはですね、黒豆の枝豆、美味しかったですよ。イッシーご夫妻が選んでくださった園芸店やお食事のお店、間違いがなかったです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画も続き楽しいですのでご覧くださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。